以前近鉄鉄道展に行った。天理三高館の常設展も見てきました。天理駅の壁も装飾がありました。駅前には怪獣武道橋のレプリカもありました。駅前の建物も古墳をイメージした形をしていました。市役所も古墳をイメージしたような形でした。この先はたくさんの展示物をご紹介いたしますので、ごゆっくりご覧ください。天理三高館は世界各地の生活文化資料、考古美術資料を収集、研究、展示する博物館です。各地の資料を通してそれぞれの地域に住む人々の生活や歴史を知り、お互いの心を理解することを目的としています。現在では約30万点にも及ぶ収蔵資料の中から約3000点を世界の生活文化、世界の考古美術の2部門に分けて一般公開しています。そのコレクションはアイヌ文化からインド、ボルネオ、パプアニューギニアにまで至ります。世界の考古美術としては日本及び古遺跡、オリエント、中国、朝鮮半島の考古美術を展示しています。歴史に普遍性はあるのでしょうか、それともただの偶然の積み重ねに過ぎないのでしょうか。その答えは過去へいかに正確に遡れるかにかかっています。世界から集まってきた考古資料は多くの情報を内に秘めていて、今何かを語ろうとしています。人類は地球上の様々な環境の中で異なった生活文化を育みながら暮らしてきました。世界各地から集まった数多くの資料がそれらを作り出した人々が持つ文化の背景を私たちに語りかけようとしています。南北に長い日本列島ではそれぞれの環境に即した地方色豊かな暮らしが息づいています。その精神的な支柱の一つに信仰があるでしょう。祭礼、年中行事や農業、漁業、商業といった生業など暮らし全体と不可分の関係にあり、その中で祈りは日々の安らぎ、無事、繁栄を望み、汚れ、災いからの解放を願う最も基本的な行為と言えるでしょう。着物、食器、家具調度や農具、看板などの生活用具から庶民の暮らしぶりを外観していただきたいです。日本列島には中国や朝鮮半島から絶えず様々なものがもたらされてきました。この2点は重要文化財国指定にされています。埴輪男子小座像、群馬県群馬郡群南村八幡原出土埴輪武装男子立像、群馬県新田郡小島町大技セラダ出土、どれもよく残っていたと感心しました。昔の棺桶、シリアのモザイク画、奈良県で出土したもの、混んでいなかったのでほぼ貸し切り状態でゆっくり楽しめました。天理駅中のピアノ演奏場所、駅前コンサート、その上にはトランポリンがありました。のんびりしながら歴史を楽しめる天理でした。ぜひ一度訪ねてみてはいかがでしょうか。以上、4代目ケンケンでした。